青山洋一は日本の実業家。東京都渋谷区にある美容サロン最大手のモッズヘアなどを参加に置く株式会社 MH グループ元会長。島根県生まれ。父親は島根で土木会社を経営していたが、青山が10代後半の時に倒産し、家屋敷を失う。働き始めたものの20代の前半までに職場を20回以上変える。 1987年に同級生の友人と代行運転業を始める。結婚を機に運転代行を辞め、郵便局と地元生産者を結ぶ、仲介業をきっかけに、第二電電の代理店業務を始める。1990年株式会社 BIG グループを松江市に設立。社名はいつかビッグになるという願いからビッグを一文字ずつ読んだもの。 1992年には携帯電話販売代理店に移行し、順調に店舗数を伸ばし、1999年には売上高100億に達した、同年株式店頭公開。その後、新会社設立、買収、売却などを繰り返しながら、不動産、高齢者介護施設など、数多くの事業を展開する。2005年に美容サロンの有名、チェーン、 モッツヘアを運営するアトリエ MH とその関連会社を買収、株式会社 MH グループを設立。2009年に同社を吸収合併し BIG から MH グループに社名変更し会長に就任。2002年に日本中央競馬会の場所の資格を得る。勝負服の柄は白、青ダイヤモンドを使用している。ありがとうございます。